さんは、幼馴染に恋心を抱いたことはありますか？今回は、幼馴染と付き合ったけど別れてしまった一致のお話だよ。そして、衝撃の結末が待っているわ。幼馴染に振られた俺の話を聞いてくれ。ようやく傷が癒えてきたので誰かに話そうと思ったんだし、と概要と今井と勝手に話すさ。俺は聞くよ。ありがとう。そいつとの出会いは小学生の頃だったんだ。親の都合で父親のふるさとに引っ越してきた俺。小学1年の頃だ。当時の俺にとってそれまで育った地を離れるというのは多少なりともショックだった。好きな娘もいたしな。で、なんとなく気乗りしないまま近くの小学校へ。3学期の初めということもあってクラスにはなんとなく入りづらかったんだ。わかるだろ？が、当然先生はそんなことも気にせず俺をクラスに放り込んだ。で、今も昔も変わらずチキンな俺。かなりどもりまくって自己紹介終了。顔から火を吹くというのを体感したよ。そしたら当たり前のように教室の掃除が始まった。俺は何をしたらいいかわからずにまるで丸ポカーン。そしたら先生が、とりあえず床を雑巾で拭いてくださいと指示を出してきたのでその通りにした。机を前にずらして雑巾をバケツで濡らす。雑巾だけは持ってきてたんだ、なぜかよっしゃやったるでー、と気合を入れて拭こうとしたら。ねえ、俺くん、ちょっといいかな。振り向くとかなり可愛い女子が俺に声をかけてきてた。俺、ちょっとドキドキ。何？うなのね。そう言うと彼女は視線を後ろに向ける。そこには別の女子がいた。なぜかこちらを見ている。この子が話あるんだって。言うと、その女の子を押し出してきた。その子は髪をボブぐらいにした、それなりに可愛い子だった。は、何？その、うつむいていて、うまく喋れない彼女。痺れを切らしたように後ろの女の子が言った。君のこと好きになったんだって。理解不能なことを言われた。呆然とする俺。真っ赤になる彼女。意地悪く笑う女子。は、なんだって？だから、この子が君のこと好きになったの。わかる？なあほな、マジ？確認を取ってみると。コクン。うなずかれた。あまりのことにあっけに取られていると、こらー、そこ、サボらないでー。怒られた。これが俺と彼女の初めての出会いだった。今、思うと漫画みたいだな。でも、残念ながら漫画見たく終わらないんだねっていうこと。転校初日に告白された一致。すれたい通りに、後々、この子に振られてしまうのかしら。さて、そんな出会いがあったわけだから、当然意識しないわけがない。思えば、この頃からすでに俺は彼女のことを好きになっていたんだろう。異性として、家がかなり近かったこともあって、彼女とどんどん親しくなっていった。お互いの家に遊びに行ったり、とかな。で、彼女には一つ年上の幼馴染と書いたわけですよ。しかも男。当然俺はモヤモヤした。呪ってやろうかってぐらいに、ある夏休みの日、彼女とそいつ仮に石川敏夫が遊びに来た。というか夏休みは毎日遊んでいたんだな。そのメンツに弟と彼女の妹を加えて、で、俺の家でチューペットを送ってから公園へ行く。俺は石川のチューペットだけ5分ほど外に放置してとかしてやった。そうすると割りにくくなるんだな、これが。ハサミで切って汁をこぼしてる石川を見て俺はざまあと思った。で、公園へ。遊びはこれと言って決まっていなかったんだ。ただ漠然と集まって遊ぶだけ。彼女と年下ず2人が遊んでいる時、俺は石川に近寄った。勝負しようぜ。あん。ちなみにこれは小2の話だ。小2なのでなんで石川と勝負したかったのかわからなかった。今思うとただの嫉妬だったんだけどな。種目はかけっこだった。言っておくが、小学生の時の1年の差ってやつはかなりでかい。俺はそれなりに足に自信はあったが勝てるかわからんかった。で、勝負。結果は、勝てた大差で、その時、俺は石川を完全に見下した。ああ、こいつは俺の敵ではないな、みたいな。相当嫌な奴だった俺。で、勝った俺はどうだ、みたいな感じで彼女の方を振り向いたんだ。砂の後ろに夢中だったう。こっから先は特に面白くもないかも。俺たちは普通の幼馴染して、普通に仲良くて、でも俺はどこか物足りなくて、みたいな感じだった。思春期に突入したら、お互い意識し始めたのかな。クラスが別々になったこともあって俺たちは、中学に入る頃はあんまり話さなくなってた。で、中学2年の時、俺たちの関係を変える出来事が起きた。うちの中学は合唱祭に力を入れていて、それが一大行事だったんだ。で、俺はなぜか知らんがそれの実行委員に選ばれてしまった。放課後に会議があるやつ。正直めんどい。もともと団体行事が好きではない俺は、適当に参加して逃げようと思って会議室に行った。そしたら、彼女がいたんだ。一人だった。あ、よう。簡単な挨拶をした後、一気に気まずくなった。お互いがきちんと顔を合わせるなんて本当に久しぶりだったからだ。会議室に、重い沈黙。逃げるか？と思った矢先。彼女が口を開いた。何？いきなりだったので俺はひどく慌てた返事を返す。そのさ、安私のこと避けてる？安、というのは俺のあだ名だ。久しぶりに彼女の口から自分の名を聞いた気がした。そのことにどこか安堵を覚えつつ俺は言葉を返す。いや、そんなことはない。そう、かな。私の、勘違いかな。勘違いではなかった。小学校の時、クラスメイトに散々からかわれて、そのせいで俺は気づくと彼女を自然と避けるようになっていた。だったらさ、また昔みたいにしようよ、ね。そこで俺は初めて彼女の顔を見た。小さい頃と変わらない、目の下にあるほくろ。少し細めの目。肩あたりまで伸ばしたボブカット。でも、確かに違う。肌には少しニキビの跡が残っていたし、リップでも塗っているのだろうか、唇が少し光っていた。昔みたいに、一緒に帰ったり、お話ししたりしよう。彼女は泣いていた。
その涙は昔によく似たもので、俺は昔から彼女の涙に弱かった。わかった。俺はなんとか声を絞り出す。誰か来てくれと願いながら、逃げ出したい気持ちはさらに強くなっていた。本当？嘘じゃないよね。ああ、まあ、曖昧に首を縦に振る。それだけで彼女は嬉しそうに微笑んだ。涙の跡がキラリと蛍光灯の光を反射した。あはは、やった。嬉しい。教室だというのに、彼女ははしゃぎ回った。ちなみに、イッチは今何歳？俺は今20だな。中学の同窓会行ってきて、そこでいろいろあってここに書くことになった。はしゃぐ彼女とは対照的に俺はどこか気分が重たかった。そんな俺に気づかずに彼女は声を弾ませる。じゃあさじゃあさ。やす、携帯持ってる？ああ、まあ持っているけど、親に買ってもらった携帯。中学校に持ち込み禁止のものなのでただの置物になり果てていた。アドレス教えてよ。そんなもん知らん。なんで？誰にも教えたことがないから、というのは痛い子扱いされそうなので言えなかった。あんなもん覚えている奴の方がどうかしている。そんなことないよ。不満そうに言いながら彼女はノートの切れ端にペンを走らせた。はい、これ。何？見たことのない文字列が書いてあるそれを受け取る。私のアドレス。帰ったらメールしてね。めんどくないですごめんなさい。絶対メールしてね。来なかったら怒るから。はいはいわかった。と言いかけたところで他の委員がやってきた。ごめんね。遅くなっちゃって。ちょっとみんな集めるのに手間取っちゃって。あ、いえいえ全然平気です。その後、会議は滞りなく進行した。俺は寝ていたふりをしていただけだが、会議なんかよりも考えることがあったから、会議が終わり、外を見ると雨が降っていた。マジかよ残念ながら傘は持ってきていない。誰か探そうにも時間はだいぶ過ぎていて、学校にはほとんど人がいなかった。当時所属していた剣道部はその日はオフ。仕方ない。濡れて帰るか母親に怒られるのを覚悟で、外へ出ると。やす。彼女は傘も持たずに校門の前に立っていた。何してんだ？ああ、傘忘れちゃって。誰か通るの待ってたんだけど。悪いな、俺も傘持ってないんだ。みたいだね。そこで彼女は迷ったような素振りを見せ。あのさ、一緒に帰らない？お前、話の内容が論理的崩壊を起こしているぞ。どうなったらいきなりそう飛ぶんだ。いや、ほら。どうせ二人とも濡れるならさ、一緒に帰った方が良くない？正直意味がわからない。わからなかったが、俺はうなずいていた。内心の喜びを務めて隠しつつ、わかった。ほんと、やったー。雨の中はしゃがれた。しぶきが飛ぶのでやめてもらいたい。じゃあ、行こ。雨の中で晴れのような笑みを浮かべる彼女。その笑顔を見て、心が動悸を激しくした。俺はやっぱり彼女が好きなんだと再認識し、同時に暗い風が心に吹いた。雨の中を彼女と帰る。彼女と歩く帰り道は久しぶりだった。ふんふんふん音符。ガキかお前は、彼女は上機嫌に鼻歌なんぞを歌っていた。ガキじゃないし、安よりお姉さんだし。1ヶ月だけな、9月生まれと10月生まれの差だった。そして今は9月の最後の日。彼女が15で俺はと4、数字上は確かに彼女の方が年上のよう。1ヶ月でも年上は年上だし、敬いなさい。えっへんとない胸を反らす。俺よりもかなり低い背と相まって年上の威厳は微塵もなかった。はいはい、年上なので口では敬いつつ頭を撫でた。全然敬ってないし。と言いつつも彼女は手を払わない。濡れた手で濡れた髪をしばらく撫でる。とても、恥ずかしかった。ので、ぐしゃぐしゃと強めに乱暴な撫でに切り替える。うわ、何すんだよ。やめろ。はっはっは。笑うな。楽しかった。久しぶりに。とても。だからこそ俺の中の不安は大きくなっていったんだ。久しぶりにエリと喋ってメアドも交換したいっち。雨に濡れても楽しそうにはしゃぐ二人の姿は青春だわ。そんな風に遊んで、家に帰る。当然母親には文句を言われたが、ぶっちゃけどうでもよかった。なので、適当に受け流して部屋に戻った。部屋に入ると急にそれまでのことを思い出す。はあため息をついてしまう。彼女と話せたことは、嬉しかった。彼女が俺と話していて嬉しそうにして。それがどうしようもなく切なかった。久しぶりに話せて、笑えて、嬉しくて。だからこそそれが俺の一方的なものだと思うと、さらに苦しくなった。アホくさ一人で悩んでいてもバカらしい、と思った。考えるだけ無駄だ、と。メール、してみるか。メールなんて家族以外でするのは初めてだった。何を書けばいいのかわからない。わからないので、俺は今にあるパソコンから2チャンネルにアクセスした。安価でメールしようと思ったからだ。結果は、失敗だった。というよりも俺には無茶な安価を実行するだけの度胸がなかった。というわけで、題名に自分の名前だけ書いて、中身白紙で送信。帰ってきたメールには怖っと書いてあった。それから拙いメールのやり取り。俺は書くのが遅く今でもそうだが、一つの返信にだいぶ時間をかけていたが、それでもメールが途切れることはなかった。話の内容は、これまでのこと。一緒に通った小学校の頃や、中学校に入ってからのお互いの話。その中で、俺は彼女が小学校の頃に丸められていたことを聞いた。が、そのことにはあえて触れなかった。今日のことも話した。帰ってきてからずっとしていて、気がつくと100件を超えるメールしていた。そろそろ寝なきゃ彼女からのメール。俺はそれにどう返信しようか迷って。お休みそれだけを返した。自分のヘタレっぷりに絶望。それからは、小学校の頃のように遊んだ。たまに一緒に帰ったり、廊下で会うと休み時間が終わるまで話し合ったり、メールも一度始めると尽きることはなく、
母親に携帯代もバカにならない、と怒られた。ついでに誰とメールしているのか詮索されたが、友達だよと言ってごまかしておいた。彼女の名前がアドレスに入っていたのでバレバレだったと思うが、ちなみに、俺の母親は彼女のことを知っていた。むしろ仲良し。母親はあの子、絶対にあんたのことが好きだよとよく言っていたが、その度そんなことねえよと返していた。テスト休みが近づいたある日、廊下を歩いていると彼女に呼び止められた。なんか用？用？暇？時間的余裕を持て余していることが暇だというのなら暇と言えなくもない。つまり、暇なんでしょ。はい、あっさりと流されてしまう。私はね、今日塾があるの。少し語気を荒げて彼女は言う。はぁ？でもね、わからない問題がある。んな堂々とバカ宣言しないでも、何がなんだかわからない。俺は彼女が自楽癖に目覚めたのか心配になった。だから、今日、安の家に行ってもいい？時が止まった。はぁ？言っている意味がわからなかった。何言ってんのお前。だから、家に行ってもいいかって聞いてんの。それは別に構わないけど構わなくないだろうね。よし、じゃあ、放課後すぐに行くね。そう言って彼女は去っていく。取り残されたのは、未だに理解が追いつかない俺。とりあえず、部屋の掃除しないとな。放課後は全力ダッシュが決まった。帰宅後、自分の部屋をきれいにしていると母親に怪げんそうな表情でエッチに話しかけてきたよ。あんた何やってんの？珍しくうちにいた母親がいぶかしむのを気にせず、俺は自分の部屋のゴミを弟の部屋に投げ入れる。すべて運び出した頃、ピンポン。チャイムが鳴った。慌てて電話を取る。はい。兄、鍵忘れたから開けてほしいんだけど。紛らわしいんだよ。ボケ、俺はチェーンロックをかけた。再び鳴るチャイム、うっせぇ。何やってんの兄。意味がわかんねえ。黙れグミンが。お前はさっさと家に帰ってママのミルクでも吸ってやがれ。いや、ここが家なんですけど。あと兄にお客さん、が来てるけど。俺は凍りついた。マジで？マジで。どうも。電話口から聞こえた声は確かに彼女のものだった。あはははは、ばっかみたい。うるせえバカこの女。心の中で毒づく。醜態を晒した俺は恥ずかしさのあまり自丸したくなりながら彼女を部屋に招き入れた。で、どこがわかんないんだよ。いつまでも笑っている彼女を止めるべく、本題に入る。彼女は塾に行くと言った通りカバンを背負っていた。あはは、はぁ、面白。で、何だっけ？問題。わからないところがあるんだろ。自慢じゃないが俺は頭だけは良かった。彼女と天地ほどの差。誇張ではなく事実。あうん。まあ、そんなことは置いておいてさ。置いておくなよ。言うと彼女はとことこ歩き回る。ここが安の部屋かなんか、想像通りだね。漫画だらけの部屋を見てそうつぶやく。人の部屋を勝手に想像するんじゃねえ。別にいいじゃん。減るもんじゃないし。彼女は本棚から漫画を抜き取ってベッドの縁に座る。そしてそのまま読みふけった。手にプリを。おい、勉強はいいのかよ。ん？気のない返事。仕方ないので俺は自分の机から椅子を引っ張り出してそこに座った。で、することもないのでぼーっとしていた。ねえ。しばらくそうしていると声をかけられる。ん？安は普段何しているの？漫画読んでる。どんな漫画？ここにあるやつ、満杯になっている本棚を指さす。ふん。何が言いたいのかわかんねえ。が、なんとなく俺の方から話題を振らなきゃいけない気がした。お前は、何してんだよ。私？そこで彼女は漫画から目を離してこちらを見た。私は、漫画読んだり CD 聞いたりしてるよ。俺の部屋には CD が一枚もなかったので、音楽はわからなかった。なのでわかる方を聞く。どんな漫画？少女漫画とか。ぶっ思わず吹き出してしまう。なんで笑うさ。いや、だってイメージが合わない。だってお前、少女漫画ってあのやたら目がキラキラしたやつだろ？似合わねえ。ヤスは私のことをなんだと思っているよ。あっはははは。笑うな。さっきの仕返しだった。それに、最近の少女漫画はすごいんだから。は？何が思わず聞き返してしまう。どうせ大したものではないだろう、という気持ちから。最近のは、そのしちゃうんだから。はい、語尾が弱くて聞き取れなかった。というより、頭が理解を拒んだのだろうか。最近のは、しちゃうんだから。今度のははっきりと聞こえた。それって、その、生殖行為？恐る恐る聞いてみる。無言の工程、同時に気まずい空気が部屋を支配する。なんてことを聞いているんだと後悔した。なので、努めて明るく返す。そうか。最近の少女漫画ってすげえな。うん。そしてまた気まずく。どうしよう。俺はこれまでにないくらい動揺。何か打開策は。と、そこで時計に目が行く。あ、その、時間。え？いや、ほら、塾。あ。気がつくと随分な時間になっていた。彼女が塾に行く時間だ。やばい。急がなきゃ。慌てて支度する彼女。先ほどまでの空気は無惨していた。送ろうか？送る、と言ってもすぐそこまでだ。彼女の塾はうちのすぐそばにあった。それだけのやり取りをして彼女は慌てて出て行ってしまう。それからしばらく呆然とする俺。やがて、気づく。俺、めちゃくちゃヘタレじゃね？答えてくれる人はいなかった。そう思ったら、答えてくれる人がいたわ。ヘタレやろ？と思ったら母親がいた。俺がヘタレだということは分かってもらえたと思う。実際、あの頃は気づかなかったけど今思うと本当にフラグブレーカーだな。と、まあそんな風にフラグをバキバキ折っていた俺だが、ついにチャンスが巡ってきた。それは中3の春頃、6月の話だった。うちの学校は6月に体育祭をやるところだった。当然、俺は参加するつもりは大してなかったが、なぜか、再び委員になる俺。おまけにクラスの女子とペア、面倒くささを全身で扱っていたのだが、その子は体が弱いらしく手伝いという勅命が下された。
ならいいんなんかやるなよ、と思いつつも仕事をこなしていた。そして、なぜだか知らないが、本当に知らんが、俺がその子と付き合っているという噂が流れていた。その子の名前を青木とする。青木は実際に可愛い娘だった。だが俺の触手は全く反応しない。というのも、俺の友人が彼女のことを好きだったから、友人の好きな人を好きになることを俺はできなかった。ちなみに彼女のことを好きだと言った奴は俺の中で友人じゃなくなっていた。とまあ、こんなわけで根も葉もない噂だと放置していた。が、事件、が起きてしまった。青木が転校することになったらしい。正直どうでもよかったので聞き流していたが、何でも療養のために田舎へ行くそうな。友人涙目、と思っていたらクラスの視線はなぜか俺に。その目は獲物のネズミを見つけた猫の目を彷彿とさせた。やす、青木がいなくなっちゃうぜ。いいのか、恋人がいなくなっちゃうよ。クラスの長所。彼らはからかいかもしれないけど、俺は長所と取った。友人が、俺を見ていた。静かに。教師の一言で教室は静まる。その場は解散となり、次の体育祭リハーサルへと移った。リハーサル直後、教師は今度は学年全員がいる前で青木の話をする。彼女も同じ学年だ。彼女が最後の思い出のために体育祭の委員になったことをここで知ったがどうでもいいことだった。それよりも俺は、ニヤついてこちらを見るクラスメイトが気になっていた。なので、皆さん青木さんにお別れを言っておくように。教師の声がそんなことを告げる。その気を見計らったように一人のクラスメイトが声を上げた。先生、安くんが青木さんに言いたいことがあるようです。何を言っているんだこいつは？そう思った俺を瞬時に数多の視線が取り囲む。当然その中には彼女も、安、言っちゃうよ。俺はお前と別れたくないんだ。って、瞬間、俺は激高した。そいつは、友人のことも青木のことも、俺のことも考えずにそんな発言をしたからだ。気づくと立ち上がって、そいつに殴りかかった。てめえ、ざけんな。突然殴りつけた俺を、慌てて教師が止める。殴られた奴は呆然としていたが、すぐに立ち直り、こちらへ向かってくる。なんだよ。本当のことだろ。もう一発殴りかかろうとするも、教師に羽交い締めにされたせいで体が動かない。こら、やめなさい。他のみんなは教室へ戻ってなさい。教師の声にそれまで固まっていた奴らが動き出す。彼女が心配そうに、俺を見ていた。それから、教師にこってりと絞られた俺はイラつきながら家へと戻った。親には遅かった理由を適当にはぐらかしておいた。今日はもう何もする気が起きない。そう思いベッドに寝転ぶと、携帯がメールを受信していた。相手は彼女だった。今日はどうしたの？何かすごかったけど？大丈夫？俺を心配する文面、少し気持ちが軽くなった俺は、それに軽口で返した。大丈夫、な。お前は日本語もまともに使えないのか我ながら素直じゃないな、と思った。うっせぇ。何があったの？彼女は尋ねてきた。話そうかどうか迷う。わずかな春巡の後、俺は今日のことを伝えることにした。ほうほうなるほど。そりゃ失礼な話だね一通り話すと彼女はそう返事をくれた。まったくだ。俺がなんで青木のことを好きにならなきゃいかんのだ俺が好きなのはお前なのに、なんて書けなかった。好きじゃなかったの？当たり前だろそっか。じゃあ、誰が好き？俺はその文面に目を疑った。これは、答えなきゃならんのか？いや、罠かもしれない。悩んだ末に俺はへたれた。お前こそ好きな奴いるんだろなんで知っているの？知っていた。だから、知りたくなかった。じゃあさ、私も教えるから安も教えてよ。いいでしょ？絶対に嫌だと思った。傷つくと思っていたから。だけど、心のどこかで、希望が光っていた。絶望を確認しよう。俺は、意を決してボタンを押した。俺が、好きなのはお前。指が震えた。心臓も、ありえないくらい高鳴っている。手に汗握る、というか手はふやけてしまうんじゃないかというくらい汗ばんでいる。まず最初によぎったのは、やってしまったという思い。これで、良くも悪くも俺たちの関係は終わるんだと。懐かしさに思いを馳せる。初めて会った時、クラスが一緒になって喜び合った時、一緒にプールへ行った時、二人で同じ習い事をした時、最近の思い、久しぶりに彼女の顔を見た。しっかりと女になっていて、すごくドキドキした。それから目まぐるしく動く日々。この一年は本当に楽しかった。その感情に嘘偽りはなかった。ああ、俺は本当に、好き、だよ。握りしめた携帯が、終わりを告げるように、震えた。恐る恐る、携帯を開く。そこには登録してある彼女の名前。俺は指先がうまく動かないのを感じながら、なんとかボタンを押した。開かれるメール。俺はとっさに目を閉じた。もう一度反数、待っているのは絶望かもしれない。だって、彼女には好きな人がいる。だけど、もし俺はゆっくりと目を開けた。勇気を出して告白した一致。返事はなんて来たのかしら？嬉しい、ただ、それだけが書かれていた。これは、どっちなんだ？肩透かしを食らったような気分。いや、実際に食らった。どうしていいかわからずに、ただ携帯の文面を見る。すると、新しいメール。先ほどより、どこか軽い気持ちで開いた。90、出てきたのは数字の羅列。おそらくは電話番号だと思った。番号を携帯に並べ、通話ボタンを押す。耳に当てるとよく聞くコール音が一回で消え。私も、安がずっと好きだった。あまりの音量に思わず切った。ちょ、やべ全身かゆくなってきた。早速降りやがった。びっくりした。そして俺はなんで切ってしまったんだ。携帯が震える。通話。なんで切ってんだよ。ごもっともだ。いや、悪い。あまりにもうるさくて。ボリューム。ボリュームが悪いのか。内容については？ノーコメントで。ひどい？
ヤスは本当に私が好きなの？さあ、どうだろう、好きだ。だってこんなにも顔がにやけてしまうから。こんないつも通りのやりとりに、こんなにもときめいてしまうから、笑っている。俺も、彼女も、幸せを感じた。無謀に思っていた俺の初恋は実った。ところで、あれからしばらく笑い合って、ようやく落ち着いたところで話を切り出してみる。お前本当に俺のこと好きなの？ここに来ても会う嘘なんだけどね、星でしたと言われたら俺は丸寝る思いだった。何さ、私の愛を疑うの？愛って、お前、バカか。誰がバカだって。いや、バカだろ。向きやすが頭良すぎんの。話がそれて、いや、お前、〇〇のことが好きなんじゃないの？それは学年でも有名なイケメン野郎。サッカー部のエースという実にリア充な野郎でした。彼女がそいつを好きだと、聞いた。それなのに彼女は俺に色目を使っている。だからムカつくんだ。誰かがそう言った。だからいじめたんだと。それは、なんというかあれですね。アイドルにキャーキャー言う感じですよ。なぜに敬語なんだろう。だけど、そっか俺は確かに安堵のため息をついた。同時に俺の悩みは杞憂だったと思うと馬鹿らしくなった。って、もしかしてヤスはそれで私のことを避けてた？いや、まあ、その通りなのだった。他に好きな奴がいるというのに、まとわりつくのは迷惑だと思った。何よりも俺が耐えられなかったからだ。ひどい？私に聞けばいいでしょ。そんなこと聞けるかよ。なんでよ。なんでもだ。ふう、私の寂しい思いを返せ。返品不可でございます。楽しい。実に楽しくて嬉しいやりとり。できれば電話越しじゃなくて、今すぐに会って抱きしめたかった。だけど、すでに夜のとばりは降りた。ねえ。うん。これで、私たち彼氏彼女？ああ、まあ、そういうことになるのだろうか。改めて思うと、どこか現実味に欠けていた。電話越しだからだろうか。えへえ、そっか。嬉しいな。ずっと、初めて会った時から好きだったから。そうなのか？そうだよ。あの日、帰ったらお母さんにすっごいかっこいい人が来た。って言ってたんだから。嘘くせえ、電話越しでよかったかもしれない。嘘じゃないし。ねえ、ヤスはいつから私のこと好き？方が緩みすぎだ。ああ、そうだな。直に会っていたら、きっと途方もないくらい気持ち悪い顔をさらしていたと思うから、初めて会った時からずっと、かね、ああ、彼女を好きでよかった、とこの時思えた。両思いだったけれど、すれ違いを重ねてた二人。思いが通じ合って、晴れて付き合うことになったよ。ねえねえ、聞いていい？ある日の帰り、あの日から付き合った俺たちは、帰りを毎日一緒にしようと約束した。どちらかが遅くてもしっかり待つこと。それを条件に。その前に。ちなみに、この時は手を繋いでいない。というか結局繋がなかった。なぜなら、今君は何をしている？腕組んでいる。俺たちはずっと腕を組んで移動していた。正直、恥ずかしいを超えて開き直りに近い心境だった。ダメ？ダメではないよ。腕のちょうどいい位置に柔らかいものが当たる。なんだこの野郎当ててんのか、と思いつつあえて指摘はしなかった。だって、男の子だし。それでね、それで。ヤスは何が好き？お前。はう？からかったつもりはない。条件反射で答えてしまった。自分は相当毒されていると思い知った。同時にこんな甘い毒なら一生使っていたいなぁ、とも。そうじゃなくて。恥ずかしがって照れる彼女。真っ赤になった顔は可愛い。周りの学生が苛立ったような目で見ているが気にしない。ヤスの好きな食べ物を聞いているの。おま。真面目に。なぜ？素直に疑問に思った。それは、その、ね、せっかく彼女なんだし、手料理、とか。先ほどよりも顔を赤くさせてつぶやく。か弱い声は反則だな、と俺はのぼせた頭で思った。そういうことなら何でも食うぞ。作りがいないな。いや、お前が作ったものなら多分何でもうまいし。それは困るし文句だ。彼女はさらに顔は隠していた。ゆでだこも裸足で逃げ出すくらい、改めて自分が言ったセリフを思い起こす。俺はバカか。バカっぷるか。結局、その日はお互い顔を真っ赤にして A 字に着いた。腕は組んだままだったけど、別のある日、明日デートしようそういった胸のメールが送られてきた翌日。俺は公園で彼女を待っていた。近いんだから待ち合わせする必要ねえ、と思ったが、彼女曰く必要なんだとか。即にすることもないので手持ちぶさたに砂場をいじっていた。デート、生まれて初めてだった。当然、思春期の妄想は膨らんでいた。もうパンパンだった。いかんいかん。今日は健全なデートだ。親には、友達と映画行ってくると言っていた。嘘はついていない。彼女を友達の延長線上と考えるならば、なんで親にバラしたくはなかったのか。親にからかわれるのだけはごめんだった。お待たせ。くだらない思考をしていると彼女がやってきた。いつもと違う私服。動きやすそうだった。で、かわいい、おせえ、9分待った。そこは僕も今来たところだよ。ハニーって優しく微笑むところでしょうが。お前、それを本気で言っているのか？ちっけよ。もういい。さっさと行くよ。はいはい。あ、どうでもいいけど。何さ？似合ってるな、その服。本心と礼儀に一致が見られる。実に素直な褒め言葉。ありがとう。彼女は顔を一点に焼けさせて、映画館へ向かった。そうそう。彼女の名前だが、いつまでも彼女やお前というのはあれなので、以降は、エリという名前を使おうかと、映画館に入ると当然ながら人が大勢いた。なあ。何？何の映画見るんだっけ？昨日言ったじゃん。聞いてなかったの？いいえ言ってません。なぜならメールで連絡が来たからです。あげ足とんな。愛も変わらずなやりとり。それはデートだろうと何だろうと変わらなかった。もう、あれだよ。そう言ってエリが指さしたのは、双子の兄弟が出てくる有名な野球映画だった。
当時はちょうど上映した直後であり、人気の作品だった。原作を知っていた俺は大して面白そうとも思わなかったが、早く行こう。楽しそうに目を輝かせて腕を引く襟を見ていると、悪くないかな、なんて思えた。残念ながら本日のチケットは売り切れてしまいました。受付のお姉さんが告げる言葉に襟は肩を落とした。まあ、そうだろうな。なんて言っても当時一番注目されていたので、チケット前日予約必須の代物だった。思いつきで行動するからこうなるんだ。今度からは少しは考えろ。今度？また、一緒に来てくれる？それはもう何度でも。というのは気恥ずかしいので、うなずくだけにとどめた。あはは、ほんとそっか。じゃあ、いいや。今日は別のを見よう。機嫌を直したようで、改めて映画を選ぶ。俺はといえば特に見たいものもなかったので入りに任せていたのだが。ん？これにしよう。やがて入りが選んだのは、マジですか？マジです。原作少女漫画。二人の同じ名前の少女がそれぞれの道を歩むというお話。ちなみに、これってそういうシーンなかったっけ？いわゆる濡れ場。が、エリはそんなことも気にせずにすでにチケットを買ってしまっていた。これも見たかったんだよね。原作好きなんだ。はあそうかい、いろいろと諦めた。俺は自分自身に気合を入れて適正と臨んだ。予想以上に最近の少女漫画はすごいんだなぁ、と思った。映画館から出てきた俺はもう愛も真っ青なくらい絶賀していた。エリはというと。ああ、面白かったね。実に楽しんだようだ。なんだろう。俺だけ意識して馬鹿げている気がした。なので気合を入れ直す。よしそれで、どこへ行くよ。こういうのって男の子がエスコートするもんじゃない。マジっすか。マジなのです。さも当然のように頷かれる。そんなこと言われても、突然のデートなので何も考えていなかった。ふむ、考える、考えていると、キュルルル、エリは顔を真っ赤にして背けていた。あっはっは。俺、爆笑。しょうがないじゃん。女の子がデート前にバクバク食べるわけにはいかないんだよ。あっは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 。笑いすぎ。俺たちは近くのファーストフード店で飯を済ませることにした。それからの帰り道。俺たちはいつものように腕を組みながら歩いていた。他愛もない話。クラスのことや、差し迫った受験のこと。どうでもいい話まで。やがて、二人の家の近くにある公園に着く。あたりはだいぶ暗くなっていた。ねえ、ちょっと休んでいかない？エリの提案。初デートということで一日中緊張していた俺にはありがたい話だった。二人でベンチに座る。ふーっと吐いた息はどちらのものだったのか。俺たちは顔を見合わせて笑った。そっち行っていい？おう、エリが距離を詰める。彼女の匂いと体温がすぐ近くにあった。それこそ抱きしめられるほどそばに。昔さ。ああ。よくこの公園で遊んだよね。ああ。懐かしいね。だな、沈黙。でもそれはいつだかのように重いものではなくて、甘かった。私ね。うん。あの頃から好きだよ。そう。ずっと、安は？どう？そう、だな。面と向かってその言葉を言うのは初めてかもしれない。だから俺はきちんと体を襟の方へ向けて、言った。ずっと、好きだった。まっすぐに、襟の目を見て。彼女の目は少し潤んでいて、俺は吸い込まれるような錯覚を覚えた。いや、確かに吸い込まれていた。少しずつ近づく顔。伏せられる瞳。顔の輪郭。唇の紅。それらが闇の中、鮮明に浮かび上がって、俺たちは、初めての決まるをした。家に帰った俺を待っていたのは母親のにやけた笑顔。今日ね、お友達のお母さんからわざわざ電話があってね。ムッフ、よろしく言っておいてだって。恥ずかしさのあまり、窓から飛び降りてやろうかと思った。ういういしく甘々カップルな一致たち。だけど、幸せな時間は長く続かなかったよ。それからは受験で忙しくてなかなかお互いの都合がつかなかった。それでも、会える時は絶対に会ったしなるべく長く一緒にいた。ただどうしても厄介な障害が存在した。それは、俺の塾だった。俺は県内の小規模な塾に通っていた。小規模、と言ってもそれなりの実績はある。自慢ではないがその中で俺はトップのクラスに在籍していた。そこの目標は、高校では最高峰に位置する海星や国立高校だった。そんなところを狙っているので、当然教師は厳しい。いや、全員が全員そういうわけではないのだが、一人だけ恐ろしい男がいた。曰く、携帯なんてな、受験生が持つもんじゃねえ。即刻解約しろ学校の授業なんて聞かなくていいんだよ。どうせ困るなことしかやってないんだからとのこと。当然だが、この先生の価値観では恋愛なんてもってのほか。付き合っている奴は今すぐ別れちまえ、というのは実際に言っていた言葉。が、俺にはそんなつもりはない。なので自己申告もせず、親に口封じもした。これで平気だろうと思っていると、思わぬところからバレてしまう。駅でデートしているところを目撃されてしまった。よりにもよってその教師に、当然、呼び出される俺。それから奴は恋人という存在がいかに受験の弊害になるのかを延々1時間語り。挙句、携帯まで没収されてしまった。翌日、そのことをエリに話した。それはひどいね。ひどいなんてもんじゃねえし。あいつは人の温かみが通ってないんだね。鬼だ、鬼。あはは。エリは困ったように笑って、それからため息をついた。でも、それじゃあこれからどんどん会えなくなるね。嫌だな。それは俺も嫌だった。
だからといって塾を辞めるわけにもいかない。親の期待、というものがあった。私も安くらい頭いかったらいいんだけどね。本当なら同じ高校に行きたかった、けど、この時の俺には選択肢がなかった。それから俺たちが一緒に過ごす時間は確実に減っていった。というのも俺の塾がさらに過酷化したからだ。平日はもちろんのこと、休日も朝の9時から夜の9時まで、と。今思い返してもこの頃が一番勉強していたと思う。だけど、いない分だけ入り瀬の思いは募っていった。だから会える時はなるべくくっついていた。それこそ周りの寒さを溶かすほどに、季節は冬、クリスマスが近づいていた。クリスマスも当然のように塾があった。この日ばかりはサボってやろうかと思ったが、ヘタレな俺にはできなかった。いつものように12時間の塾が始まる。クリスマスだというのに男ばかりで勉強というのは、悲しくあると同時に申し訳なかった。エリは今頃何をしているのだろう。それだけを考えて授業を過ごした。そして塾が終わり、極寒と呼べるほどの寒さの中、家に向かう。途中、エリの家に寄ってみた。が、結局チャイムを押すことなく俺は引き返してしまった。何もできない自分が歯がゆくて、どうしようもなかった。そして自宅の前まで行くと、俺は自分の目を疑った。誰かがしゃがんでいるのが見えた。それは、エリ。ヤス、遅い。俺の声に気づいたエリは立ち上がりこちらへ駆けてきた。お前、なんで？なんでも何もクリスマスでしょ。もう、彼氏彼女が一緒にいるのは義務なの法律なの。エリの唇は寒さで青くなっていた。エリいい子すぎるだろつでまる。まるまる、けなげだないい子だ。俺は手袋を外して、エリの方に触れた。いや、あったかい。彼女の方は柔らかさそのままに、氷のように冷え切っていた。俺はもう片方の手でも彼女の方を包む。少しでも熱が伝わるように、と。むっふ。彼女は幸せそうに言うんだ。その笑顔に、俺の緊張も解けた。いつもの軽口が聞ける。お前な、一体いつからここにいたんだよ。んと、安の塾が終わる9時から。じゃあ30分近く待っていたことになる。いてつくような寒さの中。ねえねえ、私、偉いでしょ。まさに彼女の鏡だね。アホか、両方に添えた手に力を込めて頬を押しつぶす。ヤス踏んだよ。うっせ、バーカバーカウルトラバーカ。キャンファホ。とりあえず、彼女の残念な顔をこれ以上晒すのは忍びないので、手を離してやった。まるね。スーパーバカ野郎。ふ、はっはっはは。笑うな。久しぶりのやりとり。冬だから、体は冷えていたけど、心は暖かくなった。それから、立ち話もなんなので例の公園へ。親には、塾で残されていたといえばなんとでもなるだろうと思った。そうそうそう。クリスマスプレゼントあるですよ。なんですと？突然のことに驚いてしまう。いや、クリスマスだから当然なんだけど。ほれ、ありがたく受け取るがいい。やたらくそんな態度が鼻についたが、もらう立場なので文句は言えない。差し出された紙袋を受け取った。見ていいか？どうぞどうぞ。中を開ける。入っていたのは、手作りと思わしきクッキーと、棒状の何か。何これ？万年筆。割と高かったよ。なんで、万年筆？悪いが俺は万年筆なんて生まれてこの方触ったことがなかった。なぜか恥ずかしそうにもだえた。どうした？あまりの寒さに脳が丸んだのか。違うに決まってるでしょ。安はもっとムードを大事にしろよ。とっても怒られた。じゃあなんだよ。ね安は携帯、取られちゃったじゃない。ちなみにまだ帰ってきていない。およそ1ヶ月も奪われたままだ。だったらいっそのこと解約して新しいのを買うか、なんて思っていたりした。だからね、その手紙。はぁ？手紙？それで、手紙書いて送ってほしいなって。いわゆる文通？なぜ、そんなまどろっこしいことを。聞くと、エリは報酬に染めてうめくようにつぶやいた。だって、寂しいよ。あ、やばい。この時の俺は、確かに何かが崩れる音を聞いた。それはおそらく理性とかそんなもんだったのだろう。気がつくと、力いっぱいエリのことを抱きしめていた。何さえ いきなりこんなとこで？話さないように強く、強く。忘れないようにしっかりと彼女を感じた。彼女のぬくもりを、柔らかさを、甘い匂いを。エリ、やばい。何が？好きすぎてやばい。ううそれまで騒いでいた彼女がおとなしくなった。ねえ？しばらくその体勢でいると、エリが話をかけてきた。すっぽりと収まるように俺に抱きしめられているので、温かい息が胸に当たった。私も、プレゼント欲しい。あ、すっかり忘れていた。そうだよな、彼氏だけがもらうっていうのは変だよな。だけど、悪い、急なことで何も用意してなかった。本当にごめん。その代わり、何でも言うこと聞くから。何でも？そう、何でも。正直、決まるでも何でもしてやる、と思っていた。というかむしろ俺がしたかった。しかし、エリの回答は予想を上回っていた。じゃあ、しよう？俺の脳はフリーズした。さて、ここでお待ちかねの。キングラムクリムゾン。嘘だ。まあ、皆様の想像通り、俺はここでチェリー卒業しました。ちなみに向こうも初めてだった。クリスマスプレゼントはゴムということになったよ。受験という壁が立ちはだかり、なかなか会えない二人。心も体も絆が深まったけれど、これからの二人の関係はどうなっちゃうのかしら？後編に続くよ。このチャンネルでは、毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録してね。